東京都千代田区の東京国際フォーラム内にある美術館。詩人で書家の間三つの作品を所蔵している。館長は三つの長男である間数和人。三つは生前世の中にとって必要なものであれば自然に残っていく。必要ないものはどんなに残そうと思っても残らないんだ。美術館を作ろうなどとは夢夢思うんじゃないぞと美術館には 反対していたが、書籍等に印刷された、文字とは異なる間三つお直筆の書を広く知ってもらいたいという長男、間一との願いから、東京都中央区銀座に開館した。株式会社組織によって運営されている。美術館は接客業という間数との信念に基づき、接遇教育には力を入れており、目や耳の不自由な入館者のため、手話や、 誘導の研修も行っている。リピーターのための友の会もある。開館10周年にあたる2006年には、来館者の累計が380万人を数え、個人名を冠した美術館ではトップクラスの来館者数と言われている。2009年度の入館者数は約46万人。創設以来、顕著に推移している。 来館者の特徴として、間数とは、美術館に滞在している時間が長いリピーターが、多いの2点を挙げている。作品鑑賞に1時間、鑑賞後の余韻に浸りながら過ごすのに1時間という、意味で、人生の2時間を過ごす場所をコンセプトに設計。普通の美術館が疲れるのは、作品に触れたことで湧き上がった思いを、 そのまま消化できずに帰宅するからではないかという考えに基づいている。館内は、間光雄が毎日散策した栃木県足利市にある、八幡山古墳群をイメージし、くつろぎのスペースを設け、作品を鑑賞した後にゆったりと過ごすことができるように作られている。両ホールの行き来は、館外の通路を使用する必要があり、入場券の半券の提示で自由にできる。 ライバルは東京ディズニーリゾートというだけあり、美術館らしからぬ数々のアトラクションが用意されている。月に1回は文化人やタレントといった有名人を招いてトークショーなどのライブを開催。2009年の七夕には浴衣姿のスタッフが出迎え、入館者が書いた短冊を日枝神社でお焚き上げした。毎年ゴールデンウィークに開催されている。 クラシック音楽の音楽祭、ラッフォルジュルネオジャポン、熱狂の日音楽祭では、歌曲や、独奏曲などの演奏会場として使用されている。東京国際フォーラム。ありがとうございます。